んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは爪を噛むのをやめるです。爪を噛む人たちがいますよね。これはどうしてでしょうか。もちろん傍から見るとストレスがあるんだなと思いますが、本人は何がストレスなのか分かっていませんね。それはそのくらい根本的なストレスを感じているということなんです。だから本人はもう認識できず、自動操縦のように爪を噛みます。爪を噛むというのはある意味暴力ですよね。この人たちはなぜ自分自身を傷つけようとするのかというと、そもそもその怒りや暴力を人に向けたかったのですが、それができなかったんです。それは自分がとても小さな赤ちゃんだったので、その時の相手が大きすぎたのかもしれません。はっきりとした意識を持つ前に感じたことだったのかもしれません。その時の歯ぎしりするような怒りをなんとかごまかそうと爪を噛むようになったということなんです。ですから今日はこの癖を直していきましょう。あなたの周りに爪を噛む人がいたら、ぜひこの動画を紹介してあげてくださいね。ではいつものように目を閉じて、自分が6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。では始めましょう。あなたは爪を噛むよね。爪を噛まないと落ち着かないんだよね。だから大人になってもまだ爪を噛んでいるよね。仕事をしていても無意識に噛んでしまうよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。人前でしないようにしていても爪の形が変形して、誰の目からも爪を噛む癖があるとバレてしまう。幼稚な人だと思われて恥ずかしい思いをするよ。だからあまり手を見せられないね。あなたは本当は悔しいんだよね。もう忘れてしまったくらい深い心の中で悔しくてたまらないんだよね。なんで自分が中心じゃないの？なんで自分に構ってくれないの？よくも私を存在に扱ったわねって怒っている。あなたは心の中で大暴れしているよ。それから自分がちゃんとできないなんておかしい。なんで自分が負けないといけないの？まるでヒステリックな猿みたいに、あなたは心の中でいつも怒っているんだね。でも怒るのはみっともないから、その暴力的な怒りを爪を噛んで見せつけているんだよね。ほら、私は今怒っているのってね。バカだね。でもね、大人の自分はあなたに感謝しているんだよ。あなたはそんなに腹を立てて悔しくて怒りまくっていても人を攻撃しなかった。あなたは誰も傷つけなかった。そして自分の爪を噛んで悔しさを紛らわしたよね。それがアピールだとしても、あなたは暴力を我慢したよね。悔しかったけど外側に対して大暴れしなかった。そのことに大人の自分はお礼を言いたいんだよ。ありがとう。我慢してくれてありがとう。人を攻撃する代わりに自分の爪を噛むことを選んでくれてありがとう。そのおかげで大人の自分は爪はまだ噛むけど人を殴ったり叩いたりしない。あなたが爪を噛んで我慢してくれたおかげだよ。だからもう爪を噛むのはやめなさい。あなたの悔しさは大人の自分がよく知っているから、大人の自分がこれからはあなたを守るから、もう爪を噛むのはやめなさい。そしてこれからは堂々と美しい爪を持っていていいんだよ。
あなたにはそれだけの価値があるんだからね。あなたは本当は中心になりたいんだよね。だから美しい爪を持っていなさい。大丈夫。あなたはもう誰にも存在に扱われないよ。大人の自分がとても愛しているからね。大人の自分があなたを大切にするよ。だから安心して爪を噛む癖を手放しなさい。ありがとう。今までありがとう。そして美しい爪を持って場の中心になろうね。